さあさあさあ、こんな大人数でお送りする何かをやるわけですわ、はい、一体何をやるんでしょう。緊急企画、ストラバ究極の選択、女心にジャストビーッと。というわけで、テレビなどでおなじみの丸×ゲームをストラバ風にアレンジしたワンツーゲームをしたいと思います。丸か×が1か2になっただけなんですので、ルールは丸×ゲームとほぼ同じでございます。クイズはすべて女心に関係する問題です。正解不正解を決めるのはお客様でございます。二択問題のどちらかに大きな拍手で投票してください。拍手の大きさを司会の2人が聞いてどちらが正解かを決めます。ただし正解が勝ち残るのではなく不正解が残っていくシステムです。負け残りとでも言うんでしょうかね。正解した人、つまり女心にジャストミートした人は後ろの椅子に座ってお客さんと同じように楽しく観戦することができます。はい、台本読んだぜどうせ聞いてねえんだろ。聞いてないでしょうね皆さんそして最後まで残ってしまった人、つまり女心にジャストミートができなかった人は僕が持っているこれに書かれた甘いセリフをアリーナあちらで読んでもらいます。はい、これを読めば確実に女心にジャストミートできるので。大丈夫だよ、壇上は聞いてなくてもお客さんは聞いてるから。大丈夫ですか。お客さんを信じよう。不安になってきますね。だんだんやつらを見ると不安になる。なんかこっちを見よう。楽屋のノリはい、というわけでやるよ。分かったね。分かりました。分かったのか。本当ですか。返事はいい。長いな。全然分かってなさそうなマモちゃんが一番いい挙手をしてたんだよ。いい笑顔。というわけで、では早速、まあ、早速一問やってみましょう。でも皆さんは答えが出た段階で拍手はしないでくださいね。じゃあ聞きますので、聞いた時に拍手してください。お願いします。というわけで第一問。ストラバといえば代名詞はバカップルですが、さて実際に告白されるとしたら嫌なのはどっち。これポイント、嫌なのはどっちです。嫌な方、嫌な方、嫌な方、嫌な方ですね。ノーサンキューな方ね、はい、そうです。1、みんなの前に100万本のバラを渡して告白。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、すごい、いいじゃん、いいですか。いいじゃん、綺麗だよ。2、駅前の巨大スクリーンから告白。いいじゃん、どっちも適当に言うな、お前は。これ喜ぶやつでしょ。喜ぶやつでしょ。そう思うけども、まあ、どっちかって言ったら嫌だなっていう人もいるわけですよ。結局みんなの前だね、これね、どっちも、まあ、そういうことですね、はい。まあ、みんなの前で100万本のバラを渡して告白されたら、いや引くわ。ちょっと待ってください、100本じゃなくて100万本なの。100万って100から100万本だ。これ決まりましたね。どっち。これで今ので100。あ、分かった。じゃあもういいよ。じゃあ100から万本、100から1万本。どれ、どれ、どれ。1万も相当。随分アバウト。嫌なのを言えばいいのに。そうです。嫌な方ね。まあニュアンスだと思ってください、バラに関しては。すげえ量のバラです。すげえ量のバラです。バラ嬉しいと思う。みんなの前で、すげえ量のバラを渡して告白されたら、ちょっと引いてしまうな、か、もしくは、駅前の巨大スクリーンで、スクラーって言われたら、ちょっと引くわ、なのか。というわけで、じゃあ皆様が嫌ならどっちか当ててください、はい、では移動開始。どっちもいいよね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。バラはいいでしょ、だって、まあね、ちょっと待って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 。どうしました。おい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 、マモちゃんよ。お、始まったぞ。どうしよう。始まりましたけど、これは始まったぞ。やべえ、どうぞ。やべえ、なんだって言うんだよ。おい、1問目バランス考えましょう。1問目バランス、バランスってなんだよ。俺たちはこっちがいいと思ったからこっちに来たんだよ。言ってみろよ、お前の意見を。よ、分かったよ。じゃあこれで勝負してやるよ。着地点あるかな。ここから何が起こるんですか。ここからどうする、ここからどうする。行かないで一人にしないで。見たか、仲間がいる。これが今のお前の実力だ。俺たちがついてるよ。いるいる。劇団ひまわりです。よろしくお願いします。ずいぶんメッツ増えたな。あいつ裏切ろうとしてた。あいつ裏切ろうとしてたぞ。裏切り者がいます。一応手前のやつ裏切ろうとしてたぞ。お、なんか仲間、劇団ひまわりです。よろしくお願いします。決めましたね、劇団ひまわり。マモちゃん、いや、劇団ひまわりよ。どうした。ようやく分かったようだな。 お前たちが団結力を上げるために俺はわざと言ったのさ。なんだって。なんでまた舞い上げたの。クソ、なんていい人なんだ。絶対にだからこそ小野坂さんには負けない。続くのか。なれ、大きくなれ。
どのタイミングで満足するか分かんねえんだよな。以上です。はい、というわけでじゃあ1番、みんなの前で100万本のバラを渡されたらちょっとやだなと思う方、拍手お願いします。どうだ、はい、どうかな、どうかな。ありがとうございます。続いては2番、駅前の巨大スクリーンでスクラーって言われたらちょっと引くわと思う方、なるほど。はい、岡本さん、これは勝者は、勝者はどちらですか？2でしょうね。2番が勝ちたくない1番の方残ってください。2番の方は上に上がってください。スクリーンなら誰だかバレないよ、自分プロポーズならまだバレるよ。100万本のバラ育てるの？マモよ、言い訳はやめろ。喋ってる喋ってる、なんで怪我してる人たちが。俺だよマモ。師匠。そう、お前の師匠だ。ボロボロ。師匠。師匠ボロボロ。マモよ、僕はどうすればいいですか？マモよ、胸に手を当ててみろ。今お前が進む方向わかるな？はい、光の向こうです。マモよ、またあんのか。大きくなったな。死んだ。え、ギリギリだったんだもう。はい、じゃあ光の向こうにある第2問。はい、たくみくん、よつやくんといえばスタラバシリーズのセクシー担当ですが、はい、会場の皆さんが思わずドキッとしちゃう男子の仕草は。なるほど。1番萌え袖。2番、手をポケットに突っ込む。さあさあさあ、あー、なるほど。これちょうど小郎さん、あなた萌え袖できそうで、ちょっとやってみて。ドキッとしちゃう方を選択するんですよね。これもう速攻ですね。そうっすね、そうっすね、そうっす、はい、ドキッとしちゃう方が正解。ちょっと皆さん、ちょっと萌え袖やってみて。ドキッとしちゃう方が正解。萌え袖分からん人もいるからね。こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ。手をポケットに突っ込むあらかたの人間ができるだろう。ちょっと萌え袖やってみてもらっていいですか？俺なんか、こんな感じだよ。かわいい。これ違うだろ。大田原の息子だよ。萌え袖なのかな。絶対遊び人だよ。萌え袖なのかな。さあさあさあ、でもポケットに突っ込むないし、萌え袖どちらが皆さんがキュンキュンするかということでございますな。あれ、これもう皆さんは、じゃあ移動していいですよ。どうぞ移動してください。なんか乱闘が起こってますが、やめろ。でツインタワーが動いた。ここで勝負かけるのもありだよ。おお、3-3ですね。いいですね。お前バカ負けんぞ。いや、これ分かんないですよ。実際問題、大丈夫です。実際問題、我々はおじさんですけど、おじさんがこうやってたら引くっていう人は絶対いますからね。おい、ちょっとお前ポケットに手入れてみろよ。じゃあ、俺も入れろよ、俺も入れろよ。何を松原さん、何を。やればいいじゃねえかよ。やればいいじゃねえかよ。伊勢丹。あ、ポケット関係ねえじゃん。ポケット関係ないよ。ポケット関係ない。事故にやってるぞ。どっちがいい。ちょっと審判、あれやつ、あの宮野さんには後で何かしらの制裁を与えましょう。ごちゃごちゃしてる。江口くん、そっちでいいのね。いいのね。そっちでいいのね。だって江口くんこっちに連れてきたから。あ、いいのね。またもう一回。あ、もういいや、もう、はい、終了。さあ、皆さんの拍手を聞きたいと思います。1番、萌え袖の方が好きって方。マジ？2番、手をポケットに突っ込むが好きな人。萌え袖？あれ？あ、同じくらいですか。これのジャッジは、これ誰にジャッジを。ここのジャッジはなんかサボ、あの、喋らないでなんとかここを乗り切ろうとしてる日野さとしにしてもらいましょう。俺？ここで俺？見逃さなかったよ。とばっちり。ヒロ君がセンターステージ行くっていう手もあるよ。復活。まずね、うん、やっぱりこれは、うんうん、こっちです。さっき、ちょっと
ということは2番が残り、1番の方は上で水飲んで休んでください。さあ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 、次行きましょう。ここで敗者復活戦安本さん、これはいいですかね。拘束されてるみたい。まあしょうがないでしょ。拘束されてるの、あの人。違う、あの人がね、あの人が何も抵抗しないからもうしょうがないよ。いいんですかね。はい、やるよな、敗者復活戦やるよしそこの野郎、あの二人よくも俺をここに連れてきたな。あの二人とっとと上に上げたかった。責任は取れよ、お前が。どうだろうな、自分の胸に聞いてみるんだな、江口。え、何ですか。お、どうしよう。俺の代わりにお前が責任を取る。え、責任とは一体どういうことなんですか。分かってんじゃねえのか。お、なんだろ、あいつ逃げる。男が責任を取るといえば、マイク送った。もう4人で、4人で前に、4人でやればいいじゃん。前限定ですよ、劇団。そういうことだ。マイク使えよ。マイクを使え、マイクを。だからマイクを。だから言ってるだろ。松原君なんだ、聞こえない。そう。お前の思ってる通り。マイクを使え。で言うんだよな。どうしようかな、4問目やろうかな。どうします。じゃんけんさせようかな。ちょっと待ってください。それとも4人とも、このままだと、なんか僕だけとばっちりで4。あ、なっちゃう、その、この3人で。うるせえ、どうしようかな4人まとめて、あっち側に上げた方が正しいと思う人、拍手してください。あ、決まりですかね。とりあえず、ここは1回1人まで、もう少し絞って、もう1回全員参加がいいと思う人、手挙げて。そうですね。あー、どっちですか。いやということで、僕ね、イヤモニしてるか分かんないんでね。あ、いや聞こえなかった。どっちでした。なんて言いました。同じぐらいなんですけど、うん、でもやっぱテンション的にはこの方々が4人あちらに。わかりました。じゃあそちらの4人の方々行きましょう。なんでお前ら聞こえないふりすんだよ。今安本君はあ、じゃあ下野博も復活総選で、勝って喜んでる。そんなにやりたいんだったら悪ノリが過ぎるんだよ。あー、昼夜2回になっちゃうよ。戻る説はない、戻る説はないですよ。なんで交代だろ。増えた、どんどん増える。すげえ、どんどん増える、どん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 増える。やりましょう。もう全員1回降りろじゃん。もうはい、やり直しますか。もうやり直した。やり直し、もう1回全員降りてて、抱っこしてわしの降りみたい。両平君誰だっけ。降りてください、りょうへいさん。一回降りよう、もうしょうがない、しょうがない。結果、こっちの方が増えちゃって。あれ、りょうへいさん、寝てる。全員なの。あの、このゲーム何だったんですか。あの、もうね、これ、りょうへいくん。りょうへいさん、りょうへいさん、ぜひ、来てください。すげえ必死。あの、りょうへいくん。師匠は壇上から動かないと、壇上したらこれ渡すよ。あの、皆さん、壇上に残ってると、壇上に残ってる人にこれ渡すよ。このままよし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 、じゃあ仕切り直し、第4問すぐ行きますか、はい。そうやくんといえば、あのヒゲヒゲエフェチのファンが何何何、うるせえ、やり直したやり直し。会場の皆さん、どっちフェチ。はい、バン。はい、ざっくりな質問。どっちフェチ。1、匂い。何何、匂い、声。これ正解したらやらなくていいんでしょ。ね、あこれ残ってんの、あの二人だ。いや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 、二人だ。いやいやいや、待って待って。はい、最後の二人だ。皆さん、1番に一回手叩くと、あの人たちまだゲーム実行ですからね。コントロールする。いや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 、分かりました、ね、みんな試合の2人がやってほしいはず。そうそう、1番の拍手すると皆さんがもう1回ゲーム。試合の2人の場合2人だけだから2回ずつやってくれるよ。やんないふざけんなよ。やんないよ。違うの、我々はいっぱい喋っちゃってるから、皆さんの声が聞けないよ、あの人たちの。昼ももやったってというわけで、じゃあ1番がですね、いいと思う方。 OKOK、
2番がいいという方、よし、素晴らしい、皆さん素晴らしいですね。はい、じゃあ次第5問、はい、次いきます。